これは日常的に英語が話される国と地域の分布なのだ。通じる場所は多いけど、当然、全世界に定着しているわけではないのだ。そこでこの地図を見てほしいのだ。英語がカバーしてない場所で通じる、この言語は何なのだこれはロマンス諸語。全部ラテン語の末裔なのだ。ラテン語というのは古代に存在したローマ帝国の言語。 一つの言語が崩壊して今は別々の言語と認識されて世界中で話されているのだ。6つある国連公用語のうち2つはラテン語の末裔なのだ。これら言語は互いに方言と言える関係にあるから一つ覚えれば応用が効くのだ。ただしルーマニア語は他の言語との違いが多くて漢詞が名詞の後ろにつくなど変な性質が多いのでここでは省くのだ。 というわけでこの動画は、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語をみんなで効率的に同時並行学習するのが目的なのだ。特にスペイン語とポルトガル語は非常に近い言語なので互いに応用が効く、ということをまず覚えてほしいのだ。次に意識してほしいのは、ラテン語から現代のロマンス書語までに何が変わったか、ということなのだ。ラテン語の名詞は、主語か目的語か、 などの違いを複雑な語尾の変化によって表現するので丸暗記が大変なのだ。それに対して、現代のロマンス諸語は英語と同じく、主語か目的語かを語順で表現するのだ。現代の言語を覚えるとき苦労するのは、名詞の振る舞いではなく、ラテン語から引き継がれた動詞の変化なのだ。ラテン語の動詞は、対照的で整った枠組みによって時間を捉えるのだ。やり終わったかやってる最中か、 過去か現在か未来か、2×3 で6通り、複雑だけどバランスは良いのだ。ところが、ラテン語が小さな都市国家から巨大な帝国に広まるにつれて、新しくラテン語を覚える人たちは、複雑な部分は別の方法で表すようになったのだ。書き言葉と話し言葉で差はあるけど、イタリア語では英語の現在完了形に似た、分詞を使った形で過去を表すことが多いし、 フランス語も同様に、英語の現在完了形みたいな形で過去を表現する一方、現在進行形に当たる表現がなく、代わりに、やった直後とかやる直前を意味する表現が発達していて、ラテン語がぐちゃぐちゃに変化しているのだ。さて、スペイン語にはラテン語の仕組みが比較的そのまま残っているから、他の言語に応用するためには、まずスペイン語を学習すべきだと思うのだ。 最初に覚えるのは現在形。あも、あます、あま、あまもす、あまいす、あまんざっくり特徴を覚えてほしいのだ。私が、おウ、私たちが、もす、彼らは、うんで終わるのだ。真ん中を突っ切るように、君と君たちが似ているのだ。あも、あます、あま、あまもす、あまいす、あまん今覚えてもらった変化に、場を突っ込むと、 何々していたという意味になるのだ。あまば、あまばす、あまば、あまばもす、あまばいす、あまばん。行動していた場所や場面の場と覚えてほしいのだ。だけどすべての動詞がこうじゃなくて、別の種類の動詞では、いやが挟まって何々していた、という意味になるのだ。ビビア、ビビアス、ビビア、ビビアモス、ビビアイス、ビビアン。 めんどくさいけどポルトガル語も共通なので慣れておくのだ今覚えてもらったのが動作が継続中の過去だけどこれから覚えるのは動作が完結した過去なのださっきと違って基本の現在形に似ていなくて覚えにくいのだけど君と君たちにアステが入って長くなって私と彼がざっくり逆転するイメージなのだ ア,メアマステアモアマモスアマステイスアマロンここでようやくスタートラインそろそろ他の言語に応用していくのだイタリア語「アモアミアマアミアモアマアテ」「アマノ」「私が王」で終わるなど全体にざっくり似ているのだ復習のために基本のスペイン語「アモアマスアマアマモスアマイス」 ここで非常に近い親戚であるポルトガル語。うむ、うます、あま、あまもす、あまいす、あまん。綴りはほぼ同じだけど、ねっとり柔らかく読むのがポルトガル語なのだ。ただしブラジルのポルトガル語はさらに単純化されていて、とりあえず、私、彼、彼らの三つの動詞の形さえ覚えれば一応話せるのだ。うむ、あま、 アアマアマアマアメアモアマロン。実は今まで割愛していたのが未来形なのだ。アマレ、アマラアマラ、アマレモアマレイス、アマラン。でも丸暗記しなくていいのだ。これは本来のラテン語にはない活用で、することを持つという形で予定を持っていることを意味していて、歴史的には二単語なのだ。 前半は原型、アマールなので、意識してわざと軽く区切って読んでみるのだ。アマー、アマレ、アマラス、アマラ、アマレモス、アマレイス、アマラン。というわけで、スペイン語を足がかりにして複数の言語を効率的に学習できることを見てきたのだけど、フランス語はちょっとハードルが高いのだ。ラテン語からフランス語の間でめちゃくちゃ音が潰れているのだ。 という単語をここに示したのだけど、フランス語の綴りは初心者にはハードルが高すぎるのだ。とりあえずフランス語の現在形を見てほしいのだ。mmmmmm。これを突然覚えろって無理な注文なのだ。英語でないとって綴りを覚えると時、綴りより先にナイトという発音を日本語なまりになった形で知っていたはずなのだ。フランス語も。 雑な発音だけ先に覚えればいいと思うのだ。実はめちゃくちゃ簡単なのだ。ただし、フランス語は、スペイン語と違って主語が省略できないので、最初から代名詞とペアにして覚えるべきなのだ。tu aime, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aime。ちょっと難しくなったけど、よく見てほしいのだ。 頭につながったのはただの代名詞で、投資自体、後ろに伸びてるのは2箇所だけなのだ。私たち、についてはスペイン語を思い出してほしいのだ。ジェム、々エム、イム、ノモン、ォメ、イルム。次に、〜していた、という過去形を覚えるのだ。ジェメ、エメ、イメ、ノミオン、ォミエ、イルメ。 初心者の覚え方として、あくまで雑に、禁じして発音を覚えるには、現在形の後ろに全部絵が挿入される、と覚えてしまえばいいのだ。ジ i メ、トゥエメ、イレメ、ノゥ i ミオン、ウォゥエミエ、イルゼメ。また、フランス語では、英語のハブプラス過去分子と同じ形で過去を表現するのだ。 持つ、お意味する動詞が間に置かれているのだ。J'ai、tu a、il a、nous avons、vous avez、ils ont。J'ai aimé、tu a エメ、il a aimé、nous avons mé、vous avez mé、ils ont mé。歴史的経緯がいろいろあってちょっと形は違うけど、基本的に、持つ、お動詞原形の後ろに置けば未来形になるのは、 他の言語と共通なのだただフランス語の未来形は語源から覚えるのではなく持つの語尾をあくまで参考としながらこんな風に分けた方が記憶しやすいと思うのだというわけで みんなも多言語学習をする感覚がちょっとつかめたと思うのだ。この動画では詳しく解説しないけど、フランス語をすでに学習したことがある人は、ハイチ語を学んでみると面白いと思うのだ。ハイチ語は、一応、ラテン語の末裔と言える言語だけど、比較的最近、フランス語から変化してできたもので、普通はロマンス書語ではなくグレオールと呼ばれるカテゴリーに属するのだ。 ウーレーレこの言語は動詞の形も変化しないのだ。